日本の海を守る海上自衛隊。多くの艦艇を擁していますが、中でも、そう、竜型潜水艦は人気があるようです。その11番艦である追う、竜のエンジン機関として、リチウムイオン電池が採用されたことはご存知でしょうか？今回は、この経緯について見ていきたいと思います。そう、竜型のスターリングエンジンを、現在の技術力をもってすると、本当に原潜長へやばい、潜水艦が誕生するかもしれませんね。海自の、そう、竜型潜水艦は、1番艦から10番艦までは、スターリングエンジンが搭載されていました。しかし、11番艦からは、リチウムイオン電池を搭載させました。そして、馬力も、以前の8000から、ダウンしたのです。え、スペックが上がったんじゃないの？と、不思議な感じを受けると思いますが、この意味についても見ていきましょうね。長年使われてきたスターリングエンジンにも、メリットは多かったのですが、パワーの低さが、ネックとされていました。そのため、現行のリチウムイオンバッテリーを採用することになり、高出力のバッテリーが搭載できるようになったのです。ここ最近は、エンジンではなく、蓄電池を機関として使用する潜水艦が増えたようですね。エネルギー資源の枯渇が叫ばれていることも関係しているのかもしれません。流行といっては、軽い感じになりますが、ここ数年すぐ、持続可能な開発目標が注目され、改めリサイクルとかリユースが訴えられています。こういった潮流が潜水艦にまで影響しているのかと思うと不思議な感覚ですね。さて、海自の双竜型潜水艦ですが、通常動力型潜水艦としては、世界トップクラスの性能を誇ると定評があります。その、そう、竜型をさらに発展させたのが、タイゲイ型潜水艦です。その1番艦で、ネームシップのタイゲイが無事進水したのは、2020年10月14日のことでした。双竜型と比べると、喫水船が、2M ほど深いタイゲイ波、排水量も50トン上回るので、海自保有の潜水艦としては、最も大きいものとなります。艦の名前である、タイゲイですが、漢字では、大クジラです。当然、地上最大の哺乳類である、クジラにちなんだものです。クジラ自体日本人にとっては、馴染みのある生物ですよね。江戸時代には、漁村を開けて捕鯨に勤しんでいる、絵図などがありますし、和歌山や宮城県女川など捕鯨で有名な都市を、ご存知の方も多いと思います。余談ですが、今でこそ、捕鯨は、野蛮な所業だと罵る海外の国が多いのですが、その昔は、そういった国々も、捕鯨をやっていたのですよ。しかも、捕鯨の目的は油だけでしたから、それ以外のもの、皮や骨、肉など、は捨てていたのです。日本人は、すべて利用していました。そう考えると、捕鯨を非難される言われはないんじゃないかと感じるのは筆者だけでしょうか。艦は9台。海上自衛隊の潜水艦の名前は決定するルールが、訓令に載っているそうです。すなわち、生打ち、水生動物の名、水中動物の名から、付与されると、ものです。そう、竜型は、水生動物として好まれていた、竜にちなんで、漢字で書くと、青い竜です。この名前は、太平洋戦争で活躍した、大日本帝国海軍の空母にもありました。若い方なら、アニメの、エヴァンゲリオンを連想しませんか？大クジラも、実は、
大日本帝国海軍の潜水母艦の名前でした。今から70年以上前の話ですが、当時の潜水母艦というのは攻撃目的ではなく、洋上で潜水艦への補給や乗組員の給養用の艦艇だったようです。たまには潜水艦隊の機関となることもあったようですが、太平洋戦争が始まった1941年、昭和16年に、大クジラは航空母艦劉邦に改装されました。翌1942年6月のミッドウェー海戦では、日本は主力空母籍を失いましたが、大クジラ改め劉邦は沈みませんでした。しかし、この海戦の敗北によって、日本は、それ以後、戦いの主導権をアメリカに握られることになります。ちなみに、このミッドウェー海戦の指揮を取ったのが、悲劇の、と、冠をつけられる南雲中将で、彼を任命したのは、これまた真珠湾攻撃で有名な山本五十六司令官でした。空母劉邦は、ミッドウェー海戦後、改めて、正規の空母扱いとなり、マリアナ沖海戦などにも参戦しましたが、華々しい戦果を挙げたわけではありませんでした。その後は、呉軍港で防空砲台として使用され、1945年、昭和20年、日本の敗戦の翌1946年解体され、艦艇としての役目を終えました。現在の潜水艦隊ゲイには、鋼竜や闘竜も採用しているリチウムイオン蓄電池が搭載されています。それだけではありません。ディーゼルエンジンによる充電能力向上を図るため、新しく開発されたスノーケル発電システムも搭載しているので、そう、竜型よりも、一層、リチウムイオン蓄電池の性能を引き出せることになったそうです。そう、竜型の2艦には、スターリングエンジンは、乗せませんでした。もっとも、スターリングエンジンを、そのまま、リチウムイオン電池と併用する予定だったようです。つまり、鉛蓄電池だけを、リチウムイオン電池に変える、検討していたとみられます。しかし、様々な見積もりをした結果、スターリングエンジンと鉛蓄電池すべてを、リチウムイオン蓄電池に変えると、コストは高くなりますが、出力は大きくなるという結論になりました。コストですが、10番艦までの建設費は、1隻あたり517億円ほどでしたが、高額なリチウム蓄電池を搭載するので、643億円ほどに跳ね上がり、ざっと100億円以上も増額することになってしまいました。そして、ここが素人としては、釈然としないのですが、コストが増えたのに、馬力が減ったということです。前述のように、スターリングエンジンの、そう、竜型スクリュー軸馬力は8000だったのに、鋼竜や闘竜の公表値は5600馬力なのです。確かに、瞬発的な最大速度は落ちますが、リチウムイオン蓄電池には、効率放電を長時間持続できるというメリットがあります。エネルギーを使わずに蓄電池で動かすというのは効率的とも言えましょう。ということは、中速から高速での長時間の潜航が可能ということですから、海中に潜むという潜水艦の性能は著しく向上したということになります。もちん、リチウムイオン蓄電池のメリットは他にもあります。鉛蓄電池よりエネルギー密度は2倍、密流放電の繰り返し、可能回数は 1.5 倍以上、満タンなるまでの充電時間が短い、放電しても電気容量があまり低下しない。そして、鉛蓄電池で不安視される事故時の水素ガス発生の恐れがないのです。コストが高い分、高スペックとなったというわけでしょう。ここで、
タイゲイ型潜水艦の内部について少し見ていきましょう。タイゲイ型には、乗組員居住区に、女性用寝室、シャワー室などが整えられています。最近は、女性の自衛隊員も増えました。隊内部でのセクハラも問題視されることが多くなりましたが、女性用のスペースがあるというのは、福祉構成上も良いことだと思います。この他にも、情報処理システム C4 アイスターが採用され、光ファイバー技術を使ったより進化した備品を装備する予定と言われています。兵装は、親潮型や双竜型と同じく、18式超魚雷とハープーン追艦ミサイルなどが、発射可能な 533mm、魚雷発射管6門を設置しました。18式超魚雷とは、防衛装備庁が開発した潜水艦用の長魚雷で、2022年2月までに、海自の潜水艦すべてに装備される計画です。この魚雷についている音響画像センサーは、敵魚雷の追跡を欺くためのデコイ、おとり魚雷を見破る性能だけではなく、浅い海域でも、確実に標的を捉えて、形を識別するという能力があるそうです。しかも、命中率も高いそうですし、最適なタイミングでの起爆可能な装置など、最新技術が搭載された世界トップクラスの魚雷と言えるでしょう。ところで、潜水艦について、韓国で何やら不可思議な動きがあると噂されています。韓国にも、もちろん潜水艦があります。しかし、今の通常型潜水艦では、日本にかなわないと考えたのか、原子力潜水艦を保有しようという計画が進んでいるというからびっくりです。原潜の特徴として、補給なしで、半永久的に、原子炉が動かせます。ということは、理論上は海上に浮上しなくても、潜航したまま活動できることになります。また、必要な電力も自家発電可能なので、艦内で海水を淡水化して、飲用水にすることもできると言われているのです。とはいうものの、原潜の建造には、天文学的な費用がかかりますし、作ったものの、退役後の原潜の処理に、頭を抱える国が多いことは、よく知られている事実ですよね。にもかかわらず、韓国は作るつもりなんでしょうか。一方、日本にも原潜を作るべきという意見もあるのは確かです。しかし、非核三原則という政治的な問題が解決されたとしても、現実の日本を考えると、原潜が本当に必要な戦力なのでしょうか。日本の潜水艦戦略というのは、近海で敵艦隊を待ち伏せして攻撃することとされています。待ち伏せということは、存在を隠すということですから、静かにするというのが最優先ではないでしょうか。隠れていることが分かったら待ち伏せする意味がなくなりますよね。原子力潜水艦は、一旦原子炉を稼働させたら止めることはできません。たとえ機関を止めて海底にへばりついたとしても、ある程度の音は発生してしまうのです。船の音を敵のソナーに探知され行き、原潜に巨額の国家予算を注ぎ込むぐらいなら、それを世界各国で進められている無人潜水艦開発に回した方がいいのではないかという意見があります。せっかく作った原潜を破壊されてはもったいないですし、というより、放射能漏れなどの方が恐ろしい2月に始まったロシア・ウクライナ戦争でも、人員不足が深刻な問題となっています。ですから、多くの人手を要する原子力潜水艦よりも、無人潜水艦を開発した方が、時間と手間、もちろん人員も削減できると思われます。今や、世界各国では、無人潜水艦が主流となっています。
となれば、日本が原子力潜水艦にこだわる必要はほとんどないと思うのですが、早く世界に倣って無人潜水艦の開発を進めてほしいと思います。